こんにちは、ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今回も前回の続きで LP2020A+ というね、この小さいミニアンプで前回鳴らしていきましたが、今回は違う感じでやっていこうと思います。で、今回は純正のアダプター、この AC-DC アダプターを使って鳴らします。で、次に鳴らしますのが、こちらの今写真出しますが、コーセルの、PBA150F っていうものをね、用意しました。こちらが PBA の 150F 12V の、T 型のオプション端子台となっております。はい、こちらがですね、だいたいね、1万円ぐらいですかね、販売価格が。今だいたい1万円前後で売ってるものになります。こちらのスイッチング電源が1万円ぐらいで売ってるものとなります。はい、で、次に用意しましたのがこちら、GS 湯浅バッテリー、PWM12V24 っていうやつですね。はい、こちらを用意しました。これはすごく高級バッテリーです。で、まあ、オーディオね、やるためにこれ4つ用意してあって、48V まで出せるようにしてあります。で、それの1つ持ってきて、今回 12V で、こちらのアンプの電源にしていこうかなと思っております。こちらのね、バッテリーがだいたい1個、定価がね、94,490円になってて、モノタロウとかで85,900円税別で、売ってる感じになります。大体、まあ、昔より急に1万2万上がりました、上がりました、これの定価がね、やっぱりもうなんかいろいろ高騰してるんだと思いますが、こういうものをね、結構値段が上がってしまうので、安いうちに買っとくとね、よかったのかもしれませんが、結構高級品なのでね。はい、これで普通のね、アンプ、プリアンプとかね、パーアンプに駆動しようと思って、48V まで取れるように、4つセルをね、用意した感じでございます。はい、今日は、それで聞き比べをやっていくんですが、動画説明欄の方に、私のコミュニティタブに行って投票できるようにしとくので、純正の AC-DC アダプターがいいか、コーセルのスイッチング電源がいいか、この湯浅バッテリーの方がいいかっていう、評価を、押してくれると大変ありがたいかなと思います。皆さんの聞いた感じ、直感で結構です。深く聞かなくていいんで、パッと聞いて最初の出だしとか最後の余韻がいいとか、それで決めちゃって結構なので、それで投票をしていただけると大変助かります。はい、そんな感じでやっていきますが、今日は台風でですね、雨音とか雨戸の風で揺れる音とかが結構入っちゃってますが、それはね、ごめんなさい、ちょっと無視してください。音出してる時はそんな気にならないと思うので、このまま撮影は続けていこうかなと思います。はい、まずは、純正のアダプターから再生していきたいと思います。
1曲終わりましたので次のね準備したいと思います。はい、準備ができました。今はコーセルの PBA150F というものをね、こちらのスイッチング電源を接続してあります。はい、それではね、同じ曲再生いたします。はい、2曲目も終わりましたんで、また次はね、バッテリーの方にね、切り替えていきたいと思います。はい、ただいまですね、こちらのバッテリーの方に接続してあります。これからね、聞いていこうと思いますが、9万円のバッテリーの威力、どんなものかね、私も気になっておりますので、早速再生していきたいと思います。いただきましたが、自分が聞いた感じバッテリー圧勝だったかなと思うんですけど、皆さんの、カメラの向こうで聞いていただいた感じはいかがでしたでしょうか。投票できるようにしておきますので、ぜひ、参加していただける方は投票してこれが良かったという1票を、入れていただければ大変嬉しいと思います。はい、そんな感じで今回は
まあ、YouTube オーディオライブラリーで出した曲ですが、その今回の投票結果が出ましたら、その中の1番が決まりましたら、その電源を使いまして、サブチャンネルでまた、他の曲かけていこうかなと思います。はい、まあ、対決はね一発で決まっちゃうと思うので、そんな感じで皆さんのお力をお借りして、前に進んでいければいいかなと思っております。はい、そんな感じでまた高評価とかね、チャンネル登録いただければ嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。今回は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。